こんにちは、ハルポコツンツ姉のアコと妹のアコです。今回はですね、ラーメン藤丸西早稲田店さんにやってまいりました。なんとこちら2月にできたばっかという新店舗でございまして、藤丸って結構店舗あるんですけど、うん、もうね、ずっと食べたかったんです。そう、見てください、この看板で、ね、この夢見た黄色い看板。ではお店に入って注文していきたいと思います。私が頼むのはこちら、特大。私は今日テレビ来るから、だからテレビまた来てるって、お高さんが何を聞きながら、どうやって何か予想が欲しい。 OK、 おしゃべりしたり、いろんなコーナーとか企画をやったり、V 見たりしてますね。日常の絶景もそうだけど、追加トッピングの生姜と生卵です。こちらが油かすです。着丼しました。食べすぎる。こちらが卓上調味料です。はい、来ました。え、見えるこの豚。先の上の足は 1.5 キロにしていただきました。では、早速いただきます。甘い、うん、うん、美味しい。油がしょっぱいの。うん、普通なんか甘さ、油に味ついてないの。うん、すごい美味しい。うん、ほんとよ。ね、見えますか、この子。すごい。え、もう片側用紙を入れたいの。ね、煮込まれて味濃くなりそうだけど、全然そんなに濃くない。こだわるよね、実際に。うん。脂身とこの赤身のさ、こう、噛み応えがあるっていうか、うん、もうバランスがめっちゃいい。カロリーの暴力を感じるね。うわ、結構バシバシですね。あ、やっぱり、うん、
スープが甘いからさ、これは噛むほど甘さが広がって、うん、わしわしもって手の食べたい、ね、あの、もわし食べたからさ、もっとくにゃくになってるかなと思って、うん、美味こんなホールの豚まで入ってます、うん、わ、おいしい、おいしいね、でも私も声かけますね、セーブラ好きにはたまらないよね、うん、白米にのせて食べたい、どうぞ、おいしすぎるのと、セーブラはいいんだな、違った美味しさなんだよ、うん、混ぜそばっぽい、油のコーティングのされ方が違う、うん、でこのさ、豚のさ、ちょっとさ、わしわしね、甘さが本当に、うん、小麦の香りすごいよね、うん、ちょっとね、過去の豚さんの方が大きいので私が合格しました、ありがとうございます、ここに返しを出ました、返しの香りがすごい、何このしょっぱくないの、これはだって。
美味しかった、うん、初藤丸さん。なんか麺がね、わしわしを通り越してゴワゴワみたいな感じの、うん、縮れ麺で、ミリカメやからめっちゃすすりやすかったし、どの二郎系よりも甘かった。あ、そう、スープがめっちゃ甘かった。必然的に麺も噛んだ噛むほど、まあ、この分甘さ感じるっていうか、うんうん、一番甘い二郎系だった、うんうん、豚骨醤油みたいなベースなんやけど、うん、でも本当に甘みがかったから、うん、結構二郎系の中で優しいスープというか、そうね、きつくない感じ。もやしも、茹でもやしじゃなくて、味付けられとる、めっちゃ食べたらもやしやから、ね、どちらかというと、顎も疲れやんし、食べやすい。味がついてるから美味しい。うんうん、でも、その分、ワイルドなお肉、うん、豚がね、すごかった。私、人生で初めて、豚ドーンみたいな。レッドロックやんって、買ってますよね。うんうん、でっかい石みたいな。うんうん、もうすごかった。でも、筋縛っとるとか、筋肩さは全くないから、ね、うん。噛み応えはあるけど、ちゃんとしっとり、うん、弾力がある。うん、めっちゃ美味しいから。食べられてよかったです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやってるのでよかったらお願いします。バイバーイ。バイバイって一緒にこう揺らすやん、ね、じゃあ聞いてどうでもいいけど見てこの吹き出物やばな。肌やりやばいよ。このシールはしようと思ったのに忘れちゃった。可愛く言って可愛く言って。